素晴らしい。できたできた。何ができた？かわいいのができた。ちょっと実験台になってもらおうか。いるね。よし。のえちゃん今どこにいる？今あなたの素敵なランドに。いやすごいな。え、すごすぎる。今あなたの素敵なランドに。あ、今そこにいるのか。あ、いたわ。あ、ちょっと待ってくれ。ねえ、ちょっと。ねえ、どこにいんの。ねえ、どこにいんの。あ、いる。おーい。あ、書き終わったのかな。こんにちは。あ、何やってんだこの野郎。お楽しみいただけましたか。お、ニューアトラクションあるけど。え、どう、え、マジ。ま、のえちゃん、はいよ。え、新アトラクションがあるんですか。さあ、ちょっと待って、その前にさ、ちょっと聞いてほしいのがあるんだけど、新しい挨拶を決めましたので、そちらのちょっと披露ちょっとだけしてもいいペコですか。な、新しい、あ、なんでしょう。いくよ、挨拶。うん、いきます。みんなもいいね。はい、いくぞ。せーの、ドドドドンドンドン。全 VTuber 一超です可愛いのを出る。ドドドドンドンドン。ペコちゃん、どう、これこれにしようと思うんだけど、どう。え、それはうさけんの、それ、え、ペコラッチョ全体のってこと。え、どういうこと。え、そうだから、あの、いつもカンペココンペコだったじゃん。あれをやめたの。 あれをやめてドドドドドドン。全 VTuber 一超です可愛いのは誰だ。ドドドドドドン。ペコちゃんっていう。あのね、え、な、うん、いや、うん、え、あと失笑してんじゃない。失笑はしてないよ。ただ団長的にほら、ペコラッチョさ、いつも配信の時さ、あ、ゴンペコってほら、ののがね、されてんじゃん。ちょっと心配になっちゃった。うん、あの、声大丈夫かなって。その、叫んでてね、毎回さ。そうそうそう。そういう。え、どっちがいいと思ったの、こんないちゃん。団長的にね、ノウサギさんで止められなかったのかなっていう、その。え、リスナーはすげえ喜んでたペコーラが、ダダダダダンドンドンって言ったら、ペコちゃんって、自分たちもダダダダンドンドンってね、言って、なんかあれペコの。喜んでる。あ、ルイは。だからルイは友を呼ぶという感じの流れか。うん、みたいだね。なんかそう、喜んでるみたいペコだけどね。そしてならば、はい、今からテレレン丸抜クイズをやっていきたいと思います。ノエルさんにはクイズ好きだね。うん、回答者になっていただきたいと思いますので、こちらのピンクと白の通路をちょっと渡ってってもらってもいいペコでしょうか。今からちょっとうさだペコだがちょっと丸抜をね、クイズ答えられる質問をするので、ノエルさんには、丸か×でちょっと答えていただけたらなと思います。問題です。トゥルン。はい。先日、あの、フレアさんがこの丸×クイズをした際に、梨かリンゴ派かと聞いたときに、リンゴ派だと言った、丸か×か。チクタク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 。え、リンゴ派。チクタクじゃない。リンゴじゃないんじゃないか。だってリンゴと梨でしょ。そうペコですよ。梨の方が美味しいし、梨だと思います。え、待って、ノエルさんも梨。え、梨、え、なんかさ、みずみずしいじゃん。いや、リンゴも美味しいんだけどね、なんか軽く食べれるのは梨だなと。軽く食べれる。うん。え、リンゴも軽く食べれるのでは。え、なんかリンゴってギュッとなっとるからさ、結構すぐお腹にたまるけど、梨はさ、なんか水みたい。水？うん。え、もしかしてノエルさんが食べてる梨はシャキシャキしてる感じの梨ペコですか？あの、しなしなではなく。待って、しなしなって、え、梨ってしなしなしてる？え、ペコラ、それ梨じゃなくね？ノエルさん、あの、言葉には気をつけてください。なんで、何しても、もしかしたら落ちる可能性もありますので。なんでね、クイズ。いやいや、クイズ。じゃあファイナルアンサー。ファイナルアンサー。トゥルー。正解！なんでわかるペコなの、マジで。正解したんだけど、うん、本当はちょっとやってほしいのがあるから、ちょっと。あ、
なんかあるんですか。もし、はい、死んだらごめん。でもナシ派は排除排除。どう死んで、あ、あー、ナイス。え、来とる来とる。すげー。なんかね、ハート、あどこで死んだ。え、なんかね、あれ水から出ようとしたら上に上がって燃えた。こちら参加賞としてあのプレゼントいたしますので。ありがとうございます。嬉しい。ロケット花火だ。ありがとう。じゃあ団長まだペコランド楽しんでくるわ。オッケー、バイバイ、うん、ありがとう。うん、バイバイ。うん、ありがとう。オッケーオッケー、わかったね。これで階段にすりゃいいのかな。男女ペコちゃんの新しい朝どう思う。え、正直言っていい。正直どうしたんだろうね。疲れとんのかなって思った。うん。え、でもさ、人間みんなもない、なんかさ、ほらやっぱ定番決まり事を破りたくなる年ってあるじゃん。殻を破りたいみたいな。多分ね、ペコラッチョはその時期なんかな。ペコラッチョ7月でさ、ほらデビューね、まあ、2周年になるわけだし、やっぱ2周年を機にやっぱなんかちょ、もうちょいなんかちょっと殻を破りたいなと思って、だからそういうお母さんの気持ち、そういう時期なんかなっていう。無理にダメだよって言うと逆にダサいとかさ、傷ついちゃう。傷ついて自分の殻にこもっても二度とね、そういう自分から意見できない子になっちゃうし、なんならば反抗的になってね、そう、うるせえ、これがいいんだよって言って、ほらなんか周りがね止めても強行するような子になっちゃうからね。だからちょっとそうやって優しい目で見てく。え、これさ、ご自由にお使いくださいだからいいのかな。場所ちょっと、あ、待って待って、わためがここに、ここにわため、わため取りたがってるかな。ちょっと待って、わためで見せする。あ、オッケーオッケー。じゃあ隣同士。もうね、どこに、どこに作ろうかな。ココ会長のさ、尻尾作ろうと思うんだけど、みんなどこがいいと思う。どうしよっかな。ここ、おい、はい、いるよ。怒るかな。やったね。あ、オッケー。なんか、あの、なんかマウント取ってくるかさ、父でさ。え、死なない平気。じゃんけん屋さん作ろうと思ってて、どっちでも大丈夫。ルシア先輩がいる。ペイロの隣がシナジーあっていいかも。シナジー、うわっ、おい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 、うる。あ、どうしよう、ノエル、ごめん、やば、ノエル殺しちゃった、ごめん、ノエル、ごめん、ノエル。オッケー、じゃあメイロの隣。せめて取ってからにしてくれペコだよ。ごめんごめんごめん、照れてんじゃねえ。ワンパンだったで。ちょ、何このさ、余裕ぶり、ほんとに。ねっ、ほなんで肌がすっぽんぽんなの。はい、ノエルあげる、これあげる。それしかない今。あ、ありがとう、嬉しいね。あ、やってんね、仲良くねって。仲良くしてね、ちゃんと、どうもって。やばい、物を恵んでもらっちゃって。なに、え、ウサケンってやばい、やばい連中なの。なんか人体実験でもしてんの。ペコラ助けて、ペコラ。地獄から連れてきたん、ペコ。やっていいよ。やべ、大切なもの持ってたから。やらない、撃たないで。撃たないで。レイちゃん、これだ、社長を撃つやついないべこだろ。どっかに置いときてえな。なれ、あー、
ちゃんとあの子のため思って作ってるよ、ほら。そこに入るべこ。おかしいな、入んないな。おかしいな、あれ？なんでだ、狭かったらこれで埋めよう。よし、これで埋めよう。あ、ダメだ、ここじゃないや。もうちょっとこっちかな。そこにいろ。あれ、ダメージ食らってるか、これ。あ、こいつも自由じゃん。自由人ってことなんだけど。そうそう、そこにいろ、そこにいろ、そこにいろ。あ、出ちゃったべこ、出ちゃったべこ。あ、よしよし、来た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 。あ、出てきてこんなこと言ってんじゃないの。わかめじゃん。元気？元気もりもり、かわいい。はい、あげる。これちょうど持ってた。たくさんあげる。どうぞどうぞ。あ、なんかいっぱいくれる。あ、いっぱいくれる。いっぱいくれる、なんか。無事でおため、ほら。この羊肉。今はっ、いやここでワタメ焦がしたら羊肉になるからね。どこに作るかな。ごめんね、ワタメ。焼かれる。おめえもこれと同じにしてやるぜって圧を感じた。